こんばんは、平井博明です。今回はですね、手打ちの定義をお話しします。ボディーターンと手打ちの境界線が分からなかったり、どうなったら手打ちなのか、どうなったら体が使えてるのか、はっきり明確なものがありますので、説明しようかなと思います。平井博明のワンナップゴルフ。そう、言ってない。散々右手を使って打てとか、ゴルフは手打ちだとか言ってきたけども、単純に手打ちって手だけ動かしてこうやってボールをヒットさせて打つのが手打ち。じゃあ手打ちが悪だっていう意見の方のスイングって、体の回転とクラブを同調させてこうやって打つわけ。でもこんなんだ、飛ぶわけないのよ。自分の飛距離が打てるわけないの。俺の中でボディーターンは綺麗ごと、手打ちっていうのはゴルフをやる上で手打ちじゃなきゃいけないの。体で打つにも手打ちでそのまま打つにも両方手打ちなの。手打ちっていう言葉が生まれたのは、体が正面を向いたまま体を回転させないでこうやって手だけで打つのが手打ちなの。でもここから勘違いしてる人が多くて、体を使ってもこうやって手打ちをしなかったらボールはまっすぐ飛んでいかないのに、手打ちじゃない体のターンってことは手を使わないでこうやって打っちゃうっていうのがボディーターンで打つって勘違いしてる人がいる。これが手打ちか手打ちじゃないかの境界線なの。両方手打ちなの。ゴルフの球をショット一発打つんだったらもう手打ちじゃなきゃダメなの。絶対手打ちなの。今も言ったように体を正面向いたまま手だけでこうやって打つから手打ちなの。これは手打ち。ちょっと今体使って手打ちで打ってみるね。これも手打ち。これも手打ち。めっちゃくちゃ使ってるから。そう、これを手打ちで打つねって言葉が意味わかんないけど、体をちゃんとターンさせて腕とリストを使って、俺にとっては普通のスイングなのよ。そうそう、口で説明してるから変なショットになるけど、これ普通に構えて、多分綺麗な、そう、これ自分の中ではめっちゃくちゃ手打ちだから。でもいつものいつものショット。そうだから違和感はないの。ただ普通のショット今 2,3 球打っただけなの。これを手打ちはダメだって思っちゃうと、あ、体ターンさせて打つんでもリストターンをしちゃいけないんだって思うわけ。インスタグラムやってる方結構いらっしゃると思うんですけど、ぬかが辰徳くん、僕の同級生、ぬかが選手のここ 2,3 日に上がったシーズンが近づいてきましたねみたいな画像のドライバーのこういうショットあるんですけど、あれのここ見ました？あのリストターン、あれが手打ちダメって言ったらムカが多分優勝してないですよ。写真が上がってるの？動画。あ、動画ね。動画だからここ見放題よ。ここ見放題。もうね、こうなってるから。本当？そう、ここ擦れちゃうんじゃないのぐらい。ただ普通それだからこれが正解だと思ってる人が多すぎるわけよ。これね、ここを上げてインパクトをこうやってリストターンして、これインパクトゼロレールには勝手に入りましたけど、結局のところアドレスに戻さなきゃいけないんで、多少なりともこうやってコック使って打ったら、そのコックをほどいて戻してあげて、こうなってこっから今度フォロースルーを取るから、クラブヘッドをこうやって上げていくじゃない。そしたら自然とどうやったってこの形になるわけよ。でこうやってヘッドに釣られてフィニッシュを取る。だから手打ちじゃなきゃダメなの。それに45度90度のターンを加えてあげたらこれできる。これできる。だから難しいこと何もやってないの。こうやってこうやってる中に45度90度を加えてるだけなの。だからこうやって使ったりこうやって使ったりはしてない。こんな難しいことやる必要ないから。だから単純にここにここのポジションにバックスイングを取ってもまたここに戻ってくる。それができてると普通にこう
クラブがインパクト戻ってきてフォロースルーを取る。それで結局リストターンを加えるんで、ボディーターンも手打ちも両方手打ちを入れないとショットはまっすぐ飛んでいかない。ボディーターンでも手使うってこと？そうボディーターンだけじゃ打てないの。そう、確かに体回転するから全員ボディーターンしてるのよ。ああいくらって。そうだってこのまま打つ人いないからそれでやるとできないでしょ、極端になるなら。そうこれになるわけよ。でもこんな人いないでしょ。だから皆さんできてるわけよ、ボディーターンも。ただ手打ちを入れるか入れないかで伸び悩んじゃってるだけなの。今のボディーターンに手打ちを入れてあげればいい。手打ちっていうのはいつも言ってる、右手と思いっきり戻してこいっていう。まさにそう、それだけ。それを入れてあげたらもう普通にヘッドが勝手に走るから勢いが増すことしかないんだよね、球が。だから普通にボールに右手の力でこうやって勢いをプラスしてあげて、結局今の簡単な体のターンと簡単な右手の押しのインパクトであんないい球が出るわけよ。取れてました？そう、そう。そうだからあれぐらいの感じじゃないとやっぱりまっすぐって飛んでいかないのよ。クラブがこういう地面に対して90度の角度のクラブでフェースの真ん中にシャフトがついてたらこれで当たるのよ。だけど斜めでしょ、端に軸がついてるでしょ。だからそれじゃダメなの。ちゃんとフェースをターンさせてあげて、ターンさせるにはもうリストしかないの。ボディーターンでターンさせたらこうやってなるの。そうだからちゃんとやってあげなきゃいけないの。手打ちって言葉が良くないと思う。そうだね、じゃなくて、うん、右手使って思いっきり戻すって言えばいいけどね、うん、長くなるけど。あ、そう、3文字が長くなっちゃうけど、そう、うん、そうだね、うん、それかちょっとカッコつけたいんだったらハンドヒットだね。あ、そのまんまだね。でもあれじゃん、流行ってることじゃないけどアームローテーション。そうかもしんない、手打ちの響きが良くないのかもしれない。手打ちなんか悪いことみたいな聞こえちゃうでしょ。そうそう、だからね、めちゃくちゃいいことなのよ手打ちって。ボディーターンとか書く言葉がよく生まれてくるじゃない。次から次へとかっこいいの聞いてて、だからあ、スイングはボディーターンじゃなきゃいけないんだって思っちゃって、体を一生懸命回転させようとしてる方もいると思うのよ。それはそれでいいのよ。それの体の回転を手が上回ればいいの。手とクラブの動きが、体の回転が上回ったらクラブはずっと遅れてくるんでまっすぐは飛ばない。その上回るためにクラブを前にこうやってリストターンなり手打ちなり何でもいいけども、名前なんかなくたっていいのよ。クラブがとにかく先行してこうやって出てればまっすぐは行くから、その動きを取り入れてあげた方がいい。じゃあそれを名前つけるっつったら手で打ってるから手打ちになっちゃうわけ。全てのショットにおいて手打ちなんです。手で打って打ってんだからね。だから体が正面向いたまま回転しない人が悪い手打ち。さっきのね。そう、やる人ないもんね。いない。だから心配しなくていいのよ。悪い手打ちの人なんか俺見たことないから、今まで数えきれないぐらいのプレイヤーを見てきた。今の練習場だっていっぱいいるけど、こんな風に打ってる人いないでしょ。だからもうね、そんな手打ちなんて、あ、手打ちまずいんだって思わなくていいわけよ、うん、なってないから。悪い手打ちには少なからずちょっとでも体回転できたらもうその時点で悪い手打ちではなくなるから。みんなちゃんと前向いてるもん。向いてるでしょ。こうやって行くじゃん。あんなのをこっち向いたままこうやってフィニッシュ取る人はいないから絶対大丈夫なの。そういう心配はしなくていいの。絶対大丈夫だから。だってレッスンやってても、ほんとこの人マネジメント良かったらすぐ80代70代出るなっていう人多いもん。だけどいろいろコース出た時に考えと違うことやっちゃったりとか、すごく難しいことをコースでもやろうとして自分の簡単なナイスショットが打てなくて18ホール終わっちゃう、でスコアが出ないっていう方多いの。もっともっと簡単に考えて打てるはずだから、それをねやってもらった方がいいよね。今回この動画撮ろうとしたのは、手打ち手打ちボディターンボディターンって言われてるけどっていう頭が浮かんだわけよ。手打ちと体を使って打つ、いい悪いの差は何、どこが境界線なのっていうのを言いたくて撮ってる感じ。境目はあるんだよね。境目、
この回転するかしないか、体がもうこのまんま打っちゃったら手打ちです。悪い手打ち。その境目の人いないじゃんじゃん。そういないの。だからその境目逆にないのよ。ないってことだよね。絶対回転してるからちょっとでも。今極端に体回転してない人って言ったけど、例えばバックスイングをこっち向いてこの右向いたまま打っちゃう人も悪い手打ちなのよ。あこれ例えば右向いたまま手打ちするとこうやって左に巻くの。要はインパクトラインがこうでしょ。でこっからバックスイング右向くじゃない。右向いてこっちにこうやって振ってるから、だからこういうフック、卓球テニスでいうとドライブを打ってるからフックが出るわけよ。よくチーピンの原因ね、動画この間もやったけど、俺ちっちゃい子なんかよく言われたの、あ腰が止まってるとか。確かに腰っていうか体は止まってるんだけど、みんなチーピンってこうやって打ってると思ってるわけよ。そうじゃなくてインサイドからこうやって打ってもチーピンは出るから、煽り打ち、こうドライブショットを打つ。それはバックスイング右向いたまんまこのままこうやって打つから。そうするとマンチー出るから、もうほんと木の横に刺さるようなチーピンカーンって打つから、ああいうのが出ちゃう。イメージとしては確かに正面を向いた時に打ってもらいたいんだけど、もっとイメージしてもらいたいのはちょっと45度ぐらい開いた体の面になった時にボールに当たる、こういう感じ、こういう、この時がベスト100点。確かに正面向いたまま打つのも大事なんだけど、正面向いたまま打とうとすると大概ダフるから、ボール待っちゃうから、見るのこうやってグーって、それでインパクト詰まりしてダフることがすごい多いから、流れながら左斜め45度を流れながら向いた時にこうやって打ってあげるイメージ。すっげえいい球。そう、だああいうショットが打てるようになる。だからあんまり正面正面頭残すとかってやらない方がいい。全てが流れてる動作の中で行ったことだから、正面向くってなると止まるから、正面向かなきゃって、そういうことはやらない方がいい。もう一連の動作の中でボールを打ってもらいたいんでね、ここチェックここチェックここチェックとかじゃなくて、後で動画を見返した時に結果的にそうなってるかどうかっていう方がいいよね、その場でチェックするより、やっぱ一番加速するところが意識したって、そんなにねもう 0. 何秒の世界で難しいんだよね。意識しない方がいいから、流れ作業の中でやってあげるイメージを持ってあげた方がいい、気にしなくていいと思う手打ちは。そうなっちゃうね。気にしたら切りないし、悪いようになってないんで気にしない方がいい。気にしないっていうか、だからより右手を使えるっていう。そう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 。でもあれよ、これはダメよ。こうやって脇こうやって締めちゃうのはダメ。バドミントンとか例えばこうやって構えてて、自分の右斜め45度の2メーター先にシャトルが落ちてきたら、こうやっていかないでしょ。こうやっていくでしょ。こうやって脇開くんだよね絶対。あとヘッドを動かすときに、一番先端をパンって動かすときに絶対締めないのよ。手の水切るときとか、水切るときもここ一番動かさなきゃいけないっつって、こうやってやるときにキューってくっつけないでしょ。こうやって先端動かすときって締め付けがないのよ。こうやって動かすから、そういう動きっていうのが一番大事だって。先端で打つんだから、あんまり締め付ける動作、止める動作っていうのはない方がいいですね。流れの中で一番先端が大きく動いてあげて、ボールをヒットしてあげる感覚っていうのはもうちょっとあった方がいいと思います。手打ち大丈夫かな。もう明日から皆さん多分綺麗な手打ちになってると思います。ブシューッといい球が出てると思うんで、ぜひ練習場でやってみてください。では今回の手打ち動画定義について動画を撮ってきました。最後までご視聴ありがとうございます。